アウィツオトルはメシカの都市国家手のチキトランの第八代トラトアニであり、アステカ帝国の君主。弱体化していたアステカの軍事力はアウィツオトルの下で再び強大になり、その影響は今のグアテマラに近いチアパスにまで及んだ。アウィツオトルの盾、ウィーン世界民族博物館像アステカの拡大。黄色がアウィツオトルによる征服地、アウィツオトルという名前は水の 棘のあるものを意味し、神話上の動物を指す。アステカ文字では哺乳類の一種が描かれる。第6代のアシャヤカトル、第7代のティソクとは、同母兄弟である。少年は不明だが、ティソクより若いことが知られる。兄のティソクの死に伴って即位した。伝承によれば、ティソクの時にアステカの軍事力が後退し、かつて征服された諸地域が独立しようとしていた。 この難局を乗り切るために人々は、シワコアトルとして長い経験のあるトラカエレルに、トラとアニの位につくように願ったが、老年のトラカエレルはこれを拒絶し、代わりに若いアビトトルをトラとアニに即位させ、彼に王としての教育を施そうとした。しかしアビト,トルは、経験が浅いにもかかわらず最初の戦いで勝利を収めたという。 アビツオトルの時代に再びアステカは強力な軍事国家として発展し、かつての征服地を再征服したほか、太平洋岸のゲレーロやメキシコ湾岸のベラクルスにも遠征した。特筆されるのは遥か東のチアパスのソコヌスコ、海岸への遠征である。ソコヌスコはカカオ、宝石、鳥の羽の産地として経済的に重要だった。西のタラスカ王国の攻撃に対しては、 いくつかの村に取り出を築いて防衛した。アビズ・オトルの時代に、テンプロ・マヨールは大いに拡張され、捧げられる犠牲の数もかつてない規模になった。ディエゴ・ドゥランは8400人もの捕虜を生贄にしたと伝えるが、これは物理的に不可能である。テノチ・ティトランの発達によって、水の需要が高まり、アビズ・オトルは1500年前後に、 湖の南岸の小岩間付近から新たな水道を引いたが、工事は失敗して、洪水災害が発生した。いくつかの年代記によると、アウィツオトルは災害を防ごうとして頭を強く打ち、それが元で死亡したという。2006年にテンプロマヨールの近くでトラルテクトリを刻んだ大きな石板が発見された。アウィツオトルの没年である1502年に対応する銃。 のウサギの年が記されており、アウィツオトルの墓の可能性が高いと考えられている。今まで、アステカ皇帝の墓が発見されたことはないため、これが正しいとすれば、大変貴重な発見になる。アウィツオトルの子には、テノチティトラン最後のトラトアニであるクアウテモクがある。ありがとうございます。